ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと皆さん、そうですね、はい、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、どうぜ、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア春日さん、あざす、あざす、ハッピーバースデートゥーユー。こういうご時世なんでも今はないですけども、はいはいはい、はい、もちろん、恒例のプレゼントなんですけども、あら、ちっちゃい、ちっちゃい、小さいな、僕じゃなくて、鈴木が選んで、いやいや、その方が絶対その方がいい、絶対その方がいいです。若林さん、若林さんだけはもう大ファインプレーだった、ね、そうなんで、うん、今回も鈴木が選びました。なんだろう、だいぶちっちゃいけどな。いや、ありがたい。まずその持って帰りやすいっていうのはね、こんな時あったもんな。それはありますね、うん、それはあります、ありがたい。お、何これ、なんじゃこれ。鈴木に説明して。え、これ何、最近電車に荷物を置き忘れて怒られたかなって感じで、 GPS タグです、どこに位置があると思います。スマホで分かるやつね、はい、あ、こう若林さん持ってるやつだ。持ってますよ。うわ、これいいわ。ちょうどちょうどというか、そのリックを忘れてから、うん、久美さんに言われてたから、やっぱつけた方がいいんじゃないですかね。うん、こういう分かりやすい、ちょうど言われてたやつもらってんじゃん。そうよ、すごい、やっぱやれ、やっぱ絶対富田さんじゃなかったんだ。よかったよかった、やっぱりね、うん、若林さんの時もそうだけど、ジーショックもそうだけど、素晴らしい、ありがとうございます。いただきます、ありがとうございます、おめでとうございます。ありますか、一言あります。まあそうですね、まあ年末のティモンディとの対決に向けて、今からね、ちょっと突っ走って年末までね、もうやる競技決まってますからね。台車のやつと、はい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 、あとなんこの間もなんかありましたね、これやろうなんつって言ってたの。 ありましたね、うん、メジャーだ、メジャーだ。メジャーのやつだ。いろんな競技が生まれてますよね、今日のね、息止めも、息止めもそうだし、あるし、あ、あとやっぱなんつうのポムポム作りね。高岸くん、あれは白熱するぞ。ありがとうございます、はい、いただきます。おめでとうございます。頑張ります、ありがとうございます。なんかお写真に出た方がいいですか。お写真にちょっとじゃあ撮りますか。いいですか、やっぱね、うん、お一人でいいですか。いや、せっかく全みんなでね、いいんじゃない、じゃあお写真お願いします。いつ、あれ、いつも一人でしたっけ。はい、チーズ。いつも一人だったな、はい、チーズ。いつも一人だよ、いつも一人だったな。あ、いただきます、はい、はい、チーズ。ありがとうございます。いつも一人だったけど、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。